三井住友海上するが大ビルは、東京都千代田区神田するが大に建つオフィスビルである。1984年竣工、旧名称は、大正海上本社ビルで、北隣に2012年に竣工した、三井住友海上するが大新館とともに、三井住友海上火災保険が、本社機能を置く。1984年、お茶の水駅南方200メートルほどの、 本郷通り沿いにある中央大学駿河大キャンパス跡に大正会場火災保険の本社ビルとして竣工。大正会場は1991年に三井会場火災保険に称号変更。2001年に住友会場火災保険との合併により称号が三井住友会場火災保険株式会社に変更され、これに合わせて建物名称も変更された。 就業者数は約3000人。最寄駅は東京メトロ千代田線新お茶の水駅で B3 ビット出口が直結している。敷地内には新お茶の水駅前郵便局がある。損害保険会社にふさわしい防災性能を目指し、建物基礎は地表下31メートルとし、消防水利も規定の3倍の1トン備蓄されている。当初より中水道設備が稼働し、 トイレの洗浄水や植栽への酸水に雨水が使用されている。春光当初は高層棟屋上に太陽熱温水器を設置し、給湯や暖房に使用された。ビル風対策を考慮し、高層棟の下部は高さ13メートルのピロティ構造となっている。窓には南面奥行き1.3メートル、東西面1.5メートルの日差しがあり、ガラスの落下を防ぐとともに、 直射日光を軽減する。さらにランマ窓を開閉可能とすることにより、空調に要する電力消費を抑制している。屋根には、高反射率塗料を塗布し、ヒートアイランド減少の軽減に効果を上げている。消費電力は、ピークにあたる1999年度の964万キロワットアワーから2009年度には748万キロワットアワーまで減少した。 竣工当時の1平方メートルあたりの年間エネルギー消費量は 1255MJ で当時の一般的な高層ビルの半分強の値であった。2008年に東京都に届け出た値は 1250MJ で就業者数の増加や IT 化が進展したにもかかわらずほぼ同等の消費量を維持している。1985年に第26回 b c s 賞 1993年に、第1回千代田区都市計干賞、2004年に、都市緑化機構主催第3回屋上、壁面、特殊緑化技術コンクール環境大臣賞。2016年には、生き物共生事業推進協議会主催第1回、アビンク賞優秀賞を受賞した。甲賀通りを挟んだ北隣は、以前は8階建ての新日本証券の本社があり、後に、 三井住友海上するが大別館として使用されていたが、駿河台と中央区新川に分散していた本社機能を集約すべく2012年に高さ約102メートルの三井住友海上するが大新館に建て替えられた。周辺環境への調和を目指し、西側の低層棟には2614平方メートルの屋上庭園が設けられた。山桃や クスキなどの木々が植えられた、フォレスト、デッキチェアが配置された、パーク、社員や近隣住民に貸し出され、ガーデニングが楽しめる、屋上クラインガルテンの3つのゾーンからなる。2012年には、上緑樹の一部を落葉樹や果樹に植え替え、小さな田んぼも設けて、水生昆虫が生息できる環境を作るとともに、皇居と上野公園の中間の緑の拠点として、 野鳥の生息域拡大を目指している。新館の敷地西側にも、緑地帯、イカム、駿河台が設けられている。ありがとうございます。